今回のフルスクラッチでは、前作1号機ちゃんの制作で得られた経験や新たなひらめきをもとにまたもやマスターがビプラ制作に挑戦するみたいです。ってことで、結局無謀な挑戦になりそうですが、その様子をチェックしていきましょう。というわけで、ほぼ1年ぶりの再挑戦。涼しく過ごしやすくなった季節に行う毎年恒例の無謀なチャレンジ、スクラッチガチ初心者の任せがいきなりフルスクラッチへ挑戦です。今回はそんな企画の第2弾。前回に引き続き、推定ロボットメカよりも制作難易度が高そうな美少女プラモデルの制作に挑戦していくよ。本当に大丈夫なのか。これ制作にあたって用意するものはこちら、プラ板、カッターナイフ、接着剤の3点が基本となります。これらで何をやっていたのかというと、ちょうど1年前くらいに突然マスターが今回のと同じチャレンジをやろうって思い立ったみたいで、最終的にこんな感じのプラ板スクラッチ1号機ちゃんが出来上がったんだよね。ただ初めて作ったがゆえに、試行錯誤の末満足いく出来にならなかった部分も多く、その後も物足りなさを感じた部分の回収パーツを新造するべく再設計と、家に帰った後の時間でパーツの試作を行っていたのですが、ああそういうこと。新造したパーツで試しに仮組みしてたら思いのほか様になってしまったから、であればいっそのことそれをベースに新しい子を作っちゃえってなったみたいだね。ですね。なので1号機ちゃんの回収は後回しになってしまいましたが、言ってしまえば今回制作する2号機ちゃんは1号機ちゃんを作った経験ごみで、こうすればよかったかもという反省と新たなひらめきを反映した試作機であることには変わらないので、次に作るかもしれない3号機ちゃんへの技術のつなぎもそうですが、新たな知見を生かし1号機ちゃんの回収も後ほどやっていきたいなと思います。それでは第2回目となるフルスクラッチチャレンジ、早速始めていきましょう。最初に着手したのは太もも制作。1号機ちゃんのものは可動部が目立っていたり、形も角張っていたりと改善点がかなり残っているので、まずはそれの改良。具体的には、内部の可動機能はそのままに、それを極力表に見えないようにし、見た目を整えようと思い試作していました。最初にやるのはパーツの切り出しからだね。手順そのものはすごく簡単で、作りたいパーツのイメージをもとにプラ板にシャーペンなどで書き込んで、その周りを大雑把にカット。その後線の外の余白をニッパーでカットし、ある程度形を整えていくよ。切り出しはカッターナイフを使っているのですが、これ割と腕の力を結構使っちゃう作業になって疲れちゃうので、そのうち超音波カッターなどのもっといいツールを揃えてみるのもいいかなと思ったり。あれ割とお高いアイテムだから買うときは慎重にね。ちなみに今切り出したのは、太もも内部に設置する腰との接続および可動部の2つの役割を持つジョイント受けになる部分で、そのためにジョイントセット用の穴を開けてるけど、切り出し後に穴開けするとピンバイスの負荷にプラ板が耐えられなくて割れちゃうことがあるんで、そういう時は負荷を耐えられる切り出し前の状態にあらかじめ穴を開けてから、その上で作業を行うことでうまく切り出せるみたいだね。続いて積層フェーズに。こちらもやることは簡単。切り出した同じ形状のプラ板を縦に積み上げ接着することで体積を増やし、平面から立体物へ進化。できたブロックをまた別の製作の素材にしたり、ヤスリで角を落とすなどしてそのままプラモのパーツとして使うかなど、シンプルかつ手間はかかるものの、これが確実にプラ板をプラモに変えていける手段となりそうですね。それらを乾かしたら、小さいプラ板を何枚も積み重ねたブロックを下部に接着して、穴開け部分に同じく積層したブロックに穴を開けて、3ミリピンを通した腰と接続する穴は後で開ける可動パーツをセット。そしてもう1セット作っておいた太もも外装を接着するよ。これで大まかな太ももパーツは出来上がりだね。この時接着するのは下部のブロックだけ。上部の可動パーツを接着したら左右の開脚ができなくなるので注意しなきゃですね。そして反対側に2枚目の外装を貼り付けたら、最後にヤスリで角を落として形を整えていけば、ある程度いい感じの見た目してる太ももパーツになりました。今回は可動ピンが外から見えなくなってる分、見た目も結構いい感じかもだね。今回は先ほど作った外装のさらに外側に穴を開けていない板を切り出して貼り付けるというのを思いついたので実行してみたところ、可動機能を内蔵しつつ見た目の違和感をなくすことに無事成功したんだよね。結果的にはかなり簡単なことで解消できる問題だったってわけだけど、何にせよなんとか問題を一つ解決できてよかったね。作業2日目の様子を見ていきましょう。この日は前日組んだ太ももを1号機ちゃんボディにセットし、使用感テストを行った後、この太ももに厚みを持たせよりリアルな丸みを表現するという1号機ちゃんの時点で計画するも、パテでジョイントが固まる懸念などを踏まえ実行できなかった作業を行うべく、プラ板の端材や切りくずなどを溶かして作ったパテを盛り、これが乾くまで放置しておきます。なのでこの日の太もも関係の作業はこれで終わりです。
使ってるのがリモネンセメントだからなのか乾燥時間がかなり長いんだよね。まあ他の接着剤と比べた時の安全性との兼ね合いもあるし、これに関しては気長に待つとしよっかな。では太ももを乾かしている間に腰回りをはじめとしたボディカブを作っていきましょう。このあたりは残念ながら革新的な構成が思いつかなかったんで、1号機ちゃんの作りをそのままコピーする形で組んでいくよ。用意するのは T 字型のフロント、リアパーツ、そして太ももと同じく穴を開けジョイント受けにするための細長いブロックの3パーツ。切り出せたら T 字、ブロック、T 字という感じでブロックを挟み込むように接着すれば大まかな造形は完成だよ。あとは乾いた後にブロック上部に穴を開け、下から3ミリピンを通せば最低限の機能は付与できますね。続いて作っていくのは腹部サイドパーツです。ここも基本的な構成は1号機ちゃんのコピーとなりまして、やることはこの字っぽい感じで切り出した板を10枚くらい積層することで真ん中に腹部ブロックを収められるくぼみを持ったパーツを作るという感じだね。そしてちらりと話に出ていた腹部ブロックですが、こちらは台形のような形に切り出したプラ板を使用し、厚みはサイドパーツと同じくプラ板10枚積みでという感じで組んでいきます。仮組みするとこんな感じに、かなり1号機ちゃんのに近い見た目になったみたいだね。現時点の仕組みとしては、腰パーツの下から T 字に切り出した3ミリ径のランナー廃材を差し込むことで、各部位に開けた穴を通りサイドパーツ、腹部ブロックと貫通して差し込み各パーツを固定するという方式をとっているほか、腹部ブロックに関してはサイドパーツ内部のスペースのサイズ次第では若干の引っかかりが生じるので、これを利用することで接続強度を上げることもできますね。見た目に関しても、1号機ちゃんのものはもともと違う目的で切ったプラ板を後でパテで強引に成形してこの形にしたなんてものもあったりするからか、なんとなくいびつに見える部分もあるけど、今回は1号機ちゃんをベースにあらかじめ必要なパーツを積層で用意できたからか、比較的違和感控えめにできたような気がするね。それをもっといい感じの見た目に整えていく作業を次の日から始めていくよ。3日目は前日に作ったパーツをさらにブラッシュアップ、見た目を整えたり穴を開けて機能性を付与したりというのをやっていくよ。まず腹部ですが、一応組むことはできるものの、このままでは固定もできないし、見た目もぐちゃっとしていたりと手を加えなければいけない状態ってことで回収を進めるのですが、今回はヤスリによる削り出しを行う前にあらかじめきれいに切り出したプラ板を増設する形で大まかに見た目を整えておきます。これは太ももに1枚外装を足した回収ポイントと同じパターンだね。この時腹部の抜け止め防止のロック機能として使えるようにすることも含め、腰フロントパーツ方向に少しはみ出るように長めに切り出し、あとはニッパーカットで形を整えていきます。1号機ちゃんの時はこの辺りをパテ盛りで何とかしたものだから、形もいびつだし厚さの調整もあってかなり大変な作業になってたっけ。その点今回は最初からそれ込みで組めてるんで、ある意味前作の経験がここでも生きてきてるのかも。これにてプラ板を使った今回の作業はここまで。あとはサイドパーツにパテ持って高さを合わせれば、表面はフラットに、しかしボディは厚み丸みを持ってより既製品プラモっぽい見た目に近づけるはずです。ここからはパテ盛り盛りの作業、今後また盛るかもしれませんが、現時点では表面を覆った上である程度丸みを帯びたような状態になるように少し多めに盛った上で表面を鳴らし乾燥に入ります。この時少し乾いてきたかなという段階で、下部にカッターナイフなどで小さな切れ込みを入れることでおへそっぽいものの表現に挑戦。うまく乾くといいけど、まあ乾かなかったら後で削って掘り込めばなんとかなりそうなので、ここは一旦よしとしましょう。この日最後の作業はこちら、ここまでに作ったパーツの接続およびそのためのジョイント受け穴の設置です。やることは簡単、ジョイントに使いたいパーツに合わせたサイズの穴を開けるだけ。今回の場合は1号機ちゃんの仕組みをそのまま転用することにしたのもあって、ボディの大体の部分は3ミリ穴を開けるようにしているよ。続いて腹部ブロックの下にも穴を開け、腹部サイドパーツ内部にも穴を開けると、先ほどちらっと触れたように腰パーツの下から3ミリピンを刺すことで、腰、腹部サイドパーツ、腹部ブロックの3部くらいを一手間で固定することができるという仕組みとなっています。この手の構造などは今後回収を入れるかもしれませんが、まだそのあたりの製作設計などの技術力は僕にはないので、今後さまざまなプラモを組みながらさらにいろいろな構造を吸収していければと思います。プラモはプラモでも作ってる会社によっては全然違う設計思想が入ってたりするから、またブログ版を中心にバンダイ製以外のプラモもどんどん見ていきたいね。価格は高いものが多いけど、最近のバンダイプラモと違ってそれゆえなのか、逆に買いやすくなってるもの増えてるし、ちょうどいいかも。また画像内でしれっと言っていた腰回りへのパテ盛りも
ぐちゃぐちゃだった初期状態から少しずつ慣らして、腹部パーツをセットできるソケットを作りつつ形を整えていきました。本来はここも一旦プラ板でソケットをある程度構成してからの方が良かったのかもしれないけど、それに関しては3号機ちゃん以降の製作で活かせるかどうかを今後検証していくよ。ということで、ここまでの製作物を仮組です。まだパテが乾ききっていないので、この時はすぐ分解しないとくっついてしまうところも多々ありましたが、この時点でもだいぶ既製品のビプラの腹部周りに近づいてきたのではないでしょうか。だね。というわけで今回の動画の内容はここまで。マスターの言い方からなんとなく察した人もいるかもだけど、今回お見せしたのは以前の試作パーツ作りの段階で取りためしておいた分で、実際の進度はもっと先を行ってるわけだけど、こうやって記事や動画にして記録を残しておくというのもまた大事だよね。ですね。僕自身の備忘録としても使えるのもそうですが、僕と同じようにスクラッチ完全未経験の状態から何かを作ってみたいという人であれば、何かしら参考にしていただけるかなという要素もあるのではないかなと思います。慣れている人からすると効率の悪いやり方してるなんていうところも多々あるかもしれませんが、そのあたりはよかったらコメントなどでご教示いただけると嬉しいです。いつか誰かの一味違ったプラモライフの助けになればすごく嬉しいね。ってことで、次回からは最近新しく着手した新パーツの増設作業なども含めた追加制作分に入っていくよ。よかったらまた見に来てね。